冷やしうなぎラーメンのお店、先ほど見せお見せしたリポート、3時間待ちなんですね。え、それくらいですか？今の情報ですか？今日ですもんね。あ、コメントできてるんですか？あ、3時間待ちってことは今並んでも、え？7時だとしたら10時じゃないですか？まあでも確かに今日みたいな日に食べたいですもんね。ご利益ありそうですもんね。そうなんですか。180分って書いてあった。でも待った分だけ美味しくなりますもんね。とんでもない人気店だったと。私も行きたいですけれども、多分間に合いそうないですね。この番組一つ終わっちゃう。確かにそうですね。はい、ぜひこの後もお待ちしております。さあ、ではうなぎのお話もありましたけれども、私もこの番組で楽しんでいければと思います。お天気